それはいいのか。次に山崎誠君。山崎君。立憲民主党山崎誠でございます。貴重な質問の機会いただきました。ありがとうございます。早速質問に入りたいと思います。冒頭、能登半島地震で命を落とされました皆様に哀悼の誠を捧げるとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。先の3連休を利用しまして、私も能登半島地震の現場に行ってまいりました。一刻も早くとの思いありましたけれども、ようやく現場に入ることができました。志賀町中心にですね、支援に入っている NPO 法人愛知ネットの皆様のご案内でですね、ボランティア活動をしながら、被災地を回り、皆様からの声をお聞きしてまいりました。その中からですね、やはり政治として何としても、取り組まなければいけない、緊急の課題、感じたものがあります。いくつか、取り上げさせていただきたいと思います。で、各地でですね、震災、住宅等に大きな被害が出ているわけでありますけれども、特に液状化の被害についてまず取り上げさせていただこうと思います。液状化の被害についてはですね、皆様ご存知のように極めて広範に面的に発生しております。で、今回伺ったのが、内灘町の荒谷地区、西荒谷地区でありまして、区長さんの話ではですね、幅1キロ、長さにわたりますと、幹線道路に沿って5キロぐらいが、こう面的にですね、被害を受けているということでございます。で、皆様のもとに資料1をお配りをしたんですが、その道路の様子の一部でありますけれども、見ていただいて分かる通りですね、大きく、揺れが激しかった状況もあるんでしょうけれども、それとともにですね、液状化をしてしまったことで、道路が歪み、町全体がですね、本当に大きな、なんて言うんでしょう、歪みの中にある、地盤が大きく、動いた、損傷したということが、この液状化の特徴だというのは、この写真を見ていただいても、お分かりをいただけると思います。それでですね、建物自体にですね、損傷がそれほど大きくなくても、基礎が歪んでしまったことで住むことができない、あるいはね、住むために建て替えたいんだけれども、そのためにはやはり基礎がダメなので、一から建て直さなければいけない、そういう状況かと思います。で、今建物のですね、さまざまな被災の調査が行われていまして、通常の基準で、一部損壊、半壊、全壊というようなことで、判定がされているわけでありますけれども、その判定自体がですね、この液状化の被害にはこう適合していないんではないかと。地元の皆さんも非常にその点、危惧をされておりますし、私も強いそういう感想を持ちました。で、住民の皆さんも1ヶ月が過ぎておりまして、早くですね、今後の復旧復興の見通しをつけてもらいたい。そのためにはですね、この被害をどういうふうに認定してもらえるのかと、それが大きなポイントになっているということであります。で、質問でありますけれどもね、今お話しした通り、この液状化の被害というのは、特別な視点で見ていかなければいけないんではないか。例えばその建物の基礎の状況などもですね、きちっとこう反映した独自の被害の評価基準、指針が必要なんではないかと思います。この点どのようにお考えになるか、平沼政務官に来ていただいています。お答えいただけますか。平沼大臣政務官。お答え申し上げます。委員におかれました。実際に現場を見ていただきましてありがとうございました。私も内灘家屋等々見させていただいております。その上で、液状化被害を受けた住家についてはですね、基礎の破壊状況から、前回の判定や、外壁または柱の傾き、また潜り込みからのですね、大規模半壊や半壊の判定など外界のみで判定できる、まずは簡素化を図っているところでございます。またですね、外観で判定された結果についてですね、被災者からですね、再度調査依頼があった際はですね、内観調査によってですね、床や基礎に生じる液状化特有の被害に関して適切に算定できる基準としております。被災自治体に対してですね、こうした取り扱いをですね、周知徹底することにより被害認定調査が適切に行われるよう、国として積極的に助言を行ってまいりたいと考えております。
山田君、ありがとうございます、まあ、本当に今のお話あった通り、やはり特別な視点というかね、指針というか評価というか、そういったものをやはりこの際ですね、議論をし打ち立てていっていただきたい、そして適用いただきたいということであります。それからまた被害がですね、水道下水などのインフラにも広く及んでます。で特にですね、やはりこの液状化、まあ、地盤が大きく動いて面的にこう損害が発生しているということでありますから、まず緊急対応でね、水道など通してくださいという話はありました。でもそれはあくまでもやはり緊急対応ですよね。本来であればやはりこれ全面的にですね、かなりの範囲、作り直さなければいけないということだと思います。まあ、こうした液状化の被害についてですね、私はやはり特別な対応、まあ、特に自治体に対する支援などが必要というふうに思います。この点どのように考えているか、国交省でしょうかね、お聞きをしたいと思います。国交省菊池技術審議官。お答えいたします。液状化の再度被害の防止につきましては、例えば平成28年の熊本地震では、液状化による宅地被害が発生した地域において、地方公共団体が実施する液状化による被害が再び生じないようにするための公共施設と隣接宅地の一体的な液状化対策に対して、防災安全交付金による支援を行ってまいりました。今回の地震においても被災した方々が安全に安心して住み続けられるよう、熊本地震における取り組みも踏まえて、液状化対策の支援にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。山田君、今のお話は、その今後の液状化の被害を小さくするという取り組み、まあ、それもあると聞いておりますけれども、今回の被害に対して、その復興、復旧に対して、どういう特別な支援が可能か、そういう質問なんですけど。審議官。今回の、地震におきましても、熊本地震における取り組みを踏まえて、液状化への支援しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。今回の地震においてもそのように考えております。はい、山田君、ありがとうございます。まあ、どこがね大変ということはないんです。輪島も大変でありますしね、他の地域も大変だ。ただこの液状化というものについては、まあ、一定のやはり特徴があるわけで、私はやっぱりこの液状化のリスクというものについては、これ全国に広がりますのでね、今回を一つのモデルにして、どんな支援が適切なのかを十分に検討していただきたいというふうに思っております。で、今お話にもありましたけれどもね、国交省として事前対策で液状化のリスクのあるところに対して、地盤の強化等の取り組みを進めているというお話を聞いたんですね。平成25年ぐらいからですかね、どのくらいそれが進んでいるのかお聞きをしたいと思います。審議官。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、埋め立て地とか、急稼働など液状化のリスクの高い地域は、全国に一定程度存在しているものと認識しております。このため国土交通省においては、防災減災国土強靭化のための3カ年緊急対策に基づき、令和2年に全国の液状化の発生傾向図を作成公表し、地震に液状化が生じる傾向が強い地域の周知を図ってきたところでございます。全国の液状化被害が懸念される地域において、今後発生しうる大地震などによる被害を軽減するための液状化予防対策を促進する必要があると考えております。国土交通省といたしましても、地方公共団体が実施する液状化に対する安全性の調査や、住民への情報提供、対策工事などの取り組みを支援してまいります。以上でございます。山田君、具体的にどのぐらい、何箇所ぐらい、そのね、調査、対策が練られているんですか、実施できたんですか。菊池審議官。まず液状化の発生傾向図、これについては全国で、作成公表して、いるところでございます。それぞれの地域における住民への情報提供、対策工事などにおきましては、地方公共団体が現在実施しているところでございます。以上でございます。山田君、何件ぐらい実施しているんですか。菊池審議官。
対策工事はそれぞれの地権者、その、あるいはいろいろな造成工事によって行われるものでございまして、それぞれの地域ごとに行われているものでございますので、なかなか全国一律にという数字ではなかなかちょっと示すのが難しいかと思います。宅地液状化防止事業ってあってね、交付金なども出しているわけだから、これね、何件ぐらい実施できているのかで、実際にハザードマップを見ればどのぐらいの、ね、危険箇所があるのか分かるわけですから、それのうちのどのぐらい対策が進んでいるのかっていうのは、国交省としてこういう事業あるんだから、また後ほどお聞かせをいただきたいと思います。私が言いたいのは、内灘町のように本当に被害が大きくなってから対応するのも大変だしね、そういう事態もやっていただかなきゃいけないんだけれども、事前にできることがあるんであればそれをもっとね積極的にやっとかないと、今後もまだまだこういった被害が広がりますよということをお伝えをしたいんであります。お願いをしたいんであります。よろしくお願いします。で、次にですね、輪島を中心にして発生した海岸の隆起の被害についてもお聞きをしたいと思います。本当に前例のない大きな被害だということで、水産庁の皆さんなどもですね、この漁港をどういうふうに復興するのかということで、調査を急ぐというようなお話がありました。で、一刻も早くですね、こうした方針をですね、調査を終えて、作っていただきたい。そして現地の皆さん、本当に困っていらっしゃる方、自分たちのなりわいをどういうふうに再生していくのかということが今かかっているわけでありまして、一刻も早くですね、現場の皆さんの声を聞いて、今後の方針を確認をいただきたいんでありますけれども、水産庁の取り組みを教えてください。はい、水産庁田中部長お答えをいたします。委員ご指摘のとおり、石川県のですね、輪島市から珠洲市までの、外浦海域といわれる漁港では地盤隆起によりまして、海底が露出するなど甚大な被害が確認されているところでございます。水産庁では漁業の一日も早い再開に向けまして、予備費を活用しました緊急調査を現在実施をしているところでございます。石川県とも連携しながら、この国の被害実態を把握するなどの詳細の調査を行っているところでございます。この調査の結果を踏まえまして、短期的な制御再開ための仮復旧と、あと中長期的な本復旧という2つの段階に分けてですね、復旧作業を進めていく考えでございます。その際、地元の皆様との対話が重要であるというふうに考えてございます。県等のとも十分調整を図りながら、地元の漁業関係者の意向を尊重しながら丁寧に対応してまいりたいと考えております。山田君、ありがとうございます。この隆起についてはおそらく誰も想定してなかった、本当に事前にはですね、検討していなかった事態だというふうに本当に思います。そういう意味でですね、本当に何て言うんですかね、前例を超えるような対応がやっぱり求められるというふうに思いますので、ぜひ真摯に、現地の皆さんの声に、耳を傾けて、早急な対応をお願いをしたいと思います。で、こうしたですね、今の能登半島の状況を見ていく中で、最後は官房長官にお尋ねをしたいんです。復興の在り方については本当に幅の広い議論が必要だと思っております。各省庁にまたがるですね、さまざまな事業をやはり束ねて、そしていい方向に持っていかなければいけない。で、この際ですね、私は能登の復興、ただの復旧復興ではなくて、本当に環境調和でですね、魅力的な港町、あるいはこの能登半島全体のですね、再生を目指していただきたいと。これは東日本大震災の時の、私もその時は与党にいたんでありますけど、反省もあってですね、どうしても土木工事中心の復興プランニングというのがやっぱり先行してしまって、本当にね、その地域の良さをどういうふうに生かすのか、地域の皆さんのこのふるさとをね、どう豊かにしていくのかっていう視点が、私はまだまだ足りていなかったんではないかと、これは私自身も反省も込めてでございます。ぜひですね、もう私は政府の総合調整機能を発揮していただいてですね、能登半島の総合的なね、まさに創造的な復興を実現してもらいたいと、今その議論を始める必要がある時だと思います。林官房長官のご所見をいただきます。林官房長官。
山崎委員よりは大変重要なご指摘をいただいたと思っております。今示していただいた液状化、それから漁港のへの被害、隆起も含めてですね、今回の地震、石川県、新潟県、富山県に大きな被害をもたらしたわけでございます。今般の災害からの復旧復興を一日も早く進めていくために、総理を本部長にいたしまして、全閣僚を構成員とする能登半島地震復旧復興支援本部を設置しておりまして、2月1日に第1回会議を開催いたしました。で、今お話がありましたように、やはりこの地元の方がどうお考えになっているのかと、今、委員からご指摘になったことも含めてですね、やはりこれが非常に大事だと、こういうふうに考えておりまして、本日2回目の会議やりましたけれども、被災自治体の首長もオンラインでですね、参加をしていただいて、直接閣僚、我々含めて、総理含めて、首長の皆様方のご意見を直接聞くと、こういう形にさせていただいたところでございます。こうしたことを通じて被災地自治体と緊密に連携しながら、そして被災地の皆様のニーズをですね、しっかり受け止めて、復旧復興の段階に合わせて、必要な対策を講じて、被災者の帰還、そして被災地の再生、政府一体として責任を持って取り組んでまいりたいと考えております。山崎君。重ねてお願いです。本当に環境調和、美しい本当の能登半島でありますから、環境調和で、そして観光だとかですね、漁業、農業、千枚などもありますよね。本当に私はそういう環境、そして資源のね、自然資源っていうんですかね、もう宝庫だと思っておりますので、そういったものをね、損なわないようにぜひ創造的な復興を計画をしていただきたいと、重ねてお願いをさせていただきます。よろしくお願いいたします。次にですね、この災害時の情報システムのお話をさせていただきます。で、今回ですね、スイカを使った被災者情報の把握の取り組みというのが始まっております。私は災害時にですね、被害や被災者の情報把握、あるいは、救援の効率化だとか、あるいは復旧復興の進捗把握だとか、この分野でのですね、進捗、情報システムの活用というのは非常に重要だろうと思って、まだまだ遅れていると私は思っているんです。で、今回ですね、このスイカを使った、被災者情報の把握の取り組みというのがですね、1月の26日にプレスに発表になったと、1月20日ぐらいにこう議論があって、26日に発表があって、で2月から、試験導入ということでございました。で、私はですね、このシステム導入は大事だという立場ではありますけれども、あまりにもですね、この被災の最中にこうした新しい仕組みを導入して、現場混乱してんじゃないかなと思って非常に心配でございました。で、この心配は私は今も消えていないんでありますけれども、幸いですね、都議の活性化センターとモデルで実施をしているところを見てきましてですね、様子をお聞きをしました。で、私は担当者の方が本当に丁寧に対応していただいていて、この都議でのこの導入というのはですね、200人前後の避難者がいる中で150人ぐらいには配って、でその方々がですね、こうなんだ、首にちゃんとこうね、紐でこのスイカを身につけてという姿も見ました。それをパッと使っている姿も見ました。そういう意味でね、ここ私が見た限りでは非常に頑張って導入を進められているとは思うんですけど、果たしてこの施行のね、目的は何 で、この運用としてどんなことを実現したいのか、被災者の皆さんにどういう、ね、メリットをお与えしたいのか、そのあたりをですね、一回お聞きをしたいと思います。デジタル部長いらっしゃってますかね。デジタル庁、高木原審議官。お答え申し上げます。今回の取り組みでございますけれど、これは被災者が避難所を利用する際に、避難所に設置しましたカードリーダーにスイカをかざしていただくことで、被災された方の各避難所の利用状況を把握するということとしております。お話にありましたとおり、まずは志賀町の2つの避難所において2月7日よりカードリーダーの設置とスイカの配布を開始しまして、今志賀町の他の指定避難所にも順次導入を行っているところでございます。で、こうしたデータを石川県に、県庁に集約しまして、町のニーズを聞きながら
各避難所の利用者把握、物資の支援の効率化、町が作成する被災者台帳の基礎情報等に活用されるということを目指しております。またあの被災されたあのそれぞれの現場の混乱がないようにですね、あのデジタル庁あるいはこれを一緒にやっております防災 DX 官民競争協議会の職員の立ち会いなどあのしっかりサポートしていきたいというふうに思っております。岩崎君、あの目的は分かるんであります。でそれはやっていただきたいんでありますけど、現場を見る限りですね、今回のシステムはそれはできませんっていうのは、全員が持ってるわけではありませんし、ね、そのピッてかざしてここに自分はいるよっていうことが分かるわけですけど、それをみんな全員が必ずやってるわけでもないし、例えば家に避難してしまった方はピッてできないわけですね。いろんなところに移動したりして、でそういう方々も把握をしたいという、そういう思いがあるけれども、まあ、今の現場の運用状況ではそういうことはできません。私はだからこれはもっと事前にね、きちっと計画をしてこういうことをやるんだということをちゃんと準備しておかなきゃできない話です。で本来であればマイナンバーカード、マイナンバーを使ってこれをやるんだということで、まあ、テストのいろんな取り組みも行われているのは分かりました。でもそれが今回はまあ間に合ってないということだと思います。まあ、今後ね、まあ、こういうシステム作りをまあどういうふうに進めていくのか、今回のこの取り組みというのがまあ私は突然降って湧いたようで、あの非常に危惧をしたんでありますけど、まあなんとか現場は混乱しないで済んでいる。ただあれを持っている方々にどんなメッセージを与えられるかね、今でもできることあると思います。あれをピッてしたらその人がそこにいる安心を与える、そういう仕組みにはなってると思いますよ。それをしっかりとね、今後につなげていく、今後の取り組みについてお聞かせください。デジタル庁高木原新官。答弁申し上げます。あの委員ご指摘のとおり、あの今回の能登半島地震ではあの残念ながらでございますが、マイナンバーカードを活用したシステムの実装というのはなってございません。であのデジタル庁といたしましては、あのマイナンバーカードを利用した避難所運営のデジタル化に関するあの実証事業を進めているところでございます。昨年10月に神奈川県で実施しました実証実験では、入所手続きに要する時間が10分の1に短縮できるなど、避難所運営にマイナンバーカードの活用が有効であるということは分かってございます。こうしたマイナンバーカードを活用した避難所運営の仕組みが多くの自治体で実装できるように、あの例えばデジタル田園都市の交付金による、まあ、サービス導入の加速などさまざまな形でしっかり対応していきたいというふうに思っております。田中君、結局ね、でそのマイナンバーカード皆さん持ってないわけですよね。まあ、これ普及したとしてみんなが持ったとして、じゃあ今度災害時にそれを持って避難するかっていう、また大きなハードルがありますよ、ね、でそれにいろんな個人情報がひもづいて、そうなった時にね、なくしちゃったらどうしようとかね、大混乱の中で本当に私はマイナンバーカードのその設計自体にもっと工夫がないと、とてもとても災害時にですね活用できるようなものにならないと思うんですよ。そういうところも含めてね、もう一回マイナンバーカードについては、あの私は導入一定の、ね、目的を持ってするのは必要だと思っている立場であります。ただ今のままじゃ使えませんよと、どう頑張っても。そこをね、まあ、私は今回のこの取り組みでも大いに、ね、参考になることが出てきていると思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。次あの能登のお話終わりましたので関係者の方大丈夫です。次カジノの事業について、お伺いをしたいと思います。でカジノ事業ですが、まあ、全国で3つの事業を認定して免許を与えるという方針で進んでいるということであります。現状どうなっているかお聞きをしたいと思います。カジノ管理委員会島田次長。お答え申し上げます。カジノ事業の現状と、あるいはその先行きということだと思われますので、まず大阪における IR 事業でございますが、大阪府市と民間事業者が作成した 特定複合観光施設区域の整備に関する計画が去年の4月14日に国土交通大臣により認定されております。その上で去年の9月28日には、事業の実施体制や実施方法などについて定めた実施協定が
大阪府市と民間事業者との間で締結されたと承知しております。そして今後でございますけれども、当該民間事業者からカジノ事業の免許の申請がなされると、それがなされれば私どもカジノ管理委員会において厳正な免許審査を行うということでございます。それからもう一点、長崎における IR 事業でございますが、これにつきましては長崎県と民間事業者が作成した特定複合観光施設区域の整備に関する計画について、去年の12月27日に国土交通大臣により認定しないこととされたと承知しております。内田君、端的に言うと大阪 IR しか動いてないと、長崎佐世保、これ再申請どうなんでしょうかね、前にまた行くんでしょうか、あるいはですね、他の地域の申請受付というのはこれ政令ですかね、省令で決めてまた募集かけなきゃいけないんですけど、その予定ありますか。国交省来ていただいてます、ちょっと待ってくださいね。特定複合観光施設区域整備推進本部事務局飛田参事官。お答え申し上げます。IR 整備法では3を上限として区域整備計画を認定することができますが、認定の申請は政令で定める期間内にしなければならないと定められております。この政令を定めるにあたっては IR 整備法の付帯決議におきまして、各地方公共団体による申請を公平に受けられる期間とすることとされております。このため認定の申請期間を定めるにあたりましては、公平性を確保する観点から申請主体である自治体の状況をよく見極めた上で判断する必要があり、自治体の状況を注視してまいります。与田君、その受付再開する予定があるんですか。はい、どうぞ飛田参事官。お答え申し上げます。まず自治体の状況をですねよく見極めまして、判断をしていくというような形かと思っております。田田君。私はねこれ当初の目標、3事業を上限に対応、どうぞ座ってください、対応するというお話でありますけれどもね、どう考えてもですね、今オンラインカジノなども広がってますしね、コロナ禍もありました。で本当にカジノがね、作る合理性が本当にあるのかどうかっていうのが今本当問われてるんじゃないですか。そして、その中でね、今回のこの申請の状況を見ると大阪 IR は進んでるかもしれないけれども、他追従する計画が見当たらない、申請の受付も再開する予定ないと、これ本当にですねこの事業、カジノの事業というのは国がこれからもですね今まで通りの計画方針で推進していく、それが妥当かどうか、どうお感じですか。国交省ですか。はい、飛田参事官。お答え申し上げます。IR の、区域整備計画につきましては、IR 整備法に基づきまして、昨年4月に大阪の区域整備計画を認定したところでございます。IR は国内外から多くの観光客を呼び込むものとして、我が国が観光立国を推進する上で重要な取り組みでございます。IR 推進の取り組みが観光先進国の実現に向けて効果的なものとなるよう、IR 整備法等に基づき適切に対応してまいります。野田君。官僚の皆さんはね、法律があるので、それに従ってね、作業するしかないということなのかと思います。それでね、林官房長官にお聞きをしたいんであります。今のような状況で、当初の計画は、ほとんど私は実現、今、不可能な状態じゃないか、あるいはその目標を達成しようというね、取り組みも私は進んでいるようには思いません、今の答弁から。安倍元総理の下ですね、成長戦略として、多くの反対の声を押し切って、
鳴り物入りで始まったのがこのカジノ事業であります。林官房長官、岸田総理の下でもこのカジノは成長戦略だという位置づけは変わっていませんか。お聞きします。林官房長官。この IR 整備法でございますが、カジノ収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした、特定複合観光施設 IR 区域の整備を実現する、そのことによってですね、我が国において国際競争力の高い滞在型の観光、これを実現して観光及び地域経済の振興等に資する、こういうふうに考えております。今やり取りを委員にもしていただきましたが、このカジノ事業を含む IR 整備について大阪においてですね、関係自治体と事業者の手続きが進められているものと承知しておりまして、引き続き IR 整備法等に基づいて適切に対応してまいりたいと考えております。山崎君。私がお聞きしたのは成長戦略かどうかですよ。これだけ、まあ、今いろんな課題もあって、まあ、止まっている、ほとんど進んでない、まあ、大阪は進んだかもしれません、まあ、それが現状なのに、これどうするか、方針を、この戦略を見直すタイミングが来てるんじゃないかと思います。でなぜこれを言うかといえば、例えばですね、このカジノの管理委員会というの予算がついておりますよね、このカジノの管理委員会の予算の資料に見ていただくと、令和の6年は37億円、ついています。そしてあの下に、人員の様子が書いてありますけれども、164人いる職員、来年度は167人にも増強をして、予算をプラスしてですね、これカジノやろうとしてるんですよ。これはもともとカジノの戦略があって法律があって、まあ、それに基づいて作業をしているわけでありますけれども、これ本当にですね、このまま例えば IR、 あの大阪 IR がずっと進む中で、まあ、それがね2030年に開業とか、まあ、そういう計画でありますけれども、まあ、それまでずっとこの体制でですね、予算を使いながら、この貴重な人材を使いながらね、このカジノ戦略、カジノ計画を維持をする、まあ、それが本当に妥当かどうか、官房長官どうですか。林官房長官。それぞれの役所における、まあ、体制等については、まあ、それぞれの、役所に聞いていただければと思いますが、先ほど申し上げましたように、この国際競争力の高い滞在型観光、これを実現してですね、観光や地域経済の振興等に資するというふうに考えておるというふうに申し上げたとおりで、ございます。そういう位置づけで、この仕組みができておりますので、この根幹となる IR 整備法等に基づいてですね、適切に対応してまいりたいと考えております。これカジノがなければ、別にカジノ管理委員会作る必要ないんですよ。これだけの予算をかけて、これだけの人員を割いて、これカジノやる必要ないんですよ。私はそれは観光戦略ありますよね。 IR っていうのは、まあ、いろんな複合的な施設です。会議室も、会議を、ね、開くコンベンション設備も必要でしょう。まあ、そういうことで計画をするなら私は大賛成ですよ。あるいは先ほども言いました能登半島などね、人がたくさん来てもらう新しいそういう環境の観光の、ね、拠点を作るっていう、まあ、大賛成です。なんでカジノにこだわってこれだけの無駄を、申し訳ないけども継続するのかと。これはもともとカジノ成長戦略として決めて、それを今も維持をしている。一旦始まったね公共事業をやめることができない、はい、まあ、この体質が私は災いしていると思うんですよ。まあ、大阪 IR を進めたいんであれば、それに合わせた体制にスリム化をして、もう終わってる作業はねたくさんあるんだから、少なくともカジノ委員会は半減しても私は大丈夫だと思いますよ。そういったことをちゃんとね、政治の主導でやっていただかないと、こんな無駄をこれからも続けていく、私は大きな問題だと思います。林官房長官どうですか。はい、林官房長官。先ほど申し上げましたように、この整備法においてですね、
カジノ収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を実現すると、こう書いておりまして、そう申し上げた通りでございます。整備法等に基づいて適切に対応してまいりたいと考えております。はい、山崎君。まあ、もう最後ですけども、せっかくですね、カジノ委員会の担当の大臣にもお越しをいただいてます松村さん、どうお感じですか今の議論ね。本当は細かく、カジノのこの管理委員会がどういうふうに動いているか、聞きをしたかったんでありますけれども、多分レクでねお聞きをしていると思います。残業時間、例えば昨年18時間、平均18時間でした。それで人を増やしてね、私は空っぽの委員会をこれ以上動かす必要ないと思うんですけど、大臣最後お答えください。松村大臣。定員や予算についてのお尋ねかと思いますけれども、それぞれのこの管理委員会につきましては、それぞれの専門職の皆さんを集めた立場で運営をしておりますので、予算や定員についても私は適切であると考えております。終わります。ありがとうございます。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。